やってる。ねえねえみゆき、占ってもらおうか。何言ってんの。すいません。はい。ここは通行人の邪魔になります。どこか他に移っていただけませんか。ああ、これはこれは申し訳ありませんね。では。ん？どうしたんですか。そこの若いお方、出ていますね。いえ、あなた自身が死ぬわけではありませんが、身近な人の身に何かが起こるかもしれません。バラの花に。しまったみたいで、区役所はどっちに行けばいいんでしょう。区役所ってここからだと逆の方向になりますよ。あら、やっぱりあっちだったのね。大丈夫ですよ。腰だけは丈夫なんで。気をつけてね、おばあちゃん。はい、ありがとうございます。たんです。私のなんか盗まれるはずもない。第一、うちはマンションの4階だからって安心してたのに。あ、盗まれた下着、白いショーツだけど、他のは盗まれてないわよ。盗まれましたよ。いえいえ、私のではなくて娘のがですよ。季節柄洗濯物の乾きが遅いんで、夜も干しっぱなしにしておいたらやられちゃいまして。そんなにいいものじゃないんですけど、娘の方は大層ショック受けてましたよ。ですよ、男の子ばっかりですからね。え、私は冗談上手いわね。
お兄ちゃんどうしたの？お仕事じゃないの？家事レッスンその2、洗濯。今シェリル洗濯物干してる。心配しなくても大丈夫よ。ここマンションの4階なんだから。千春、ちょっと来て。はい。じゃあお兄ちゃん、お仕事頑張ってね。わかってるって。君の腕前で私らに勝とうというのが甘い。ユキ、ねえ、追い詰めるわよ。逃げちゃったみたいね。あー、もうあと一歩だったのに。原付おばさんか。すまんな、アリス川。大事な捜査があったのに。ミストラルよりもあっちを先に何とかすべきかも。で、アリスガー君どう？何か情報はつかめました？そう。で、これからどうするの？わかりました。じゃあ私も手伝うわね。